こんにちは、ケイドアです。今日は4月、5月、6月の重心化予想をやっていきたいと思います。実はね、1月、2月、3月の重心化予想をしてたんですけども、ピンポイントに全て外しました。なんで僕が予想すると結構外れる説は出るんじゃないかなって思うんですけども、 0% ですね、的中率 0% という風になっております。まあそんなんだったらやめろって言われるかもしれないですけど、まあ1コンテンツとしてね、楽しんでいただけたらなというふうに思います。で、今回なんですけども、2016年の12月31日までに登場した通常ガチャキャラを全て並べまして、そっからね、このキャラが怪しいんじゃないかなっていうところを探っていこうかなと思います。コラボや期間限定キャラ、ノンアルファとかは省いております。ではまず一覧で出しますね。バン、こんな感じなんですけど、ウォッカ、オシリス、チェリーウィンガ、ギルガメッシュ、孫悟空、静か御前、プロメテウス、ブルーヒルデ、ルビー、ソウソウ、スキッティ、ナタ、前田圭司、サンゴ、岩投手の合計15体、2016年の12月31日までに出ております。で、この中で怪しいなっていうふうに思ったキャラが、まず1体目、ギルガメッシュです。ワーパー人キラー L、まあ、情報修正は何度か来ているんですけども、まあ現状そこまで使うところないなっていうところで、まあ、そろそろね、アジンキラー L で貫通タイプでパワー型で超アンチワップで耐性持ちで来てほしいなっていうふうに思ってます。まあ性能ですは今回しないんですけども、ギルガメッシュっていうふうになっております。前回ね、孫悟空とか静か御前予想したんですけども、ことごとく外してきたんで、今回はあえて省いております。2体目、ブリュンヒルデ。こいつね、結構ね、ちゃんと見たら強いんですけど、こっちもね、スピードアップ持ってるしいいんですけども、まあそこまで使われる場面がないっていうところで、重心が来てほしいかなと思っております。まあ、魔族キラー L は絶対ついてほしいんですけども、スピードアップもやっぱり強いんで、最近10が上がってるアンチ魔法陣も使ってほしいしね、魔法陣ブーストとかになってくれたら嬉しいなと思ってます。で、結構前にね、そのいるキャラといえばナンバー3桁ですね、チェリーウィンがいるんですけども、まあなんか古すぎて、でしかも最近ワルプルギス来たんでね、まだないかなと思ってます。なんかオシリスとかもちょっと前情報修正来たし、でカメドンブームも一躍去ったんで、まあまた別の機会に来るかなと思ってます。で3体目、ちょっとね、なんか地味なキャラです。こちらスキッティですね。スキッティは僕あの時シャンバラ運極目指す時に使っておりました。で貫通タイプこっちの方を使ってたんですけども、かなり強かったですね。まあ今だったら別にそんな作用率は高くないんですけども、当時は結構強かったんで、まあこの性能見る感じだったら両方合わせてもらったら結構強くなるんじゃないかなというふうに思ってるんで、スキッティもなんか来そうじゃないですか、なんとなく。ダメ枠がちょっと来るんじゃないかなというふうに思ってるんで、近々怪しいなというふうに思ってます、スキッティ。以上の3体でございます。水属性いきましょう。水属性も2017年までに登場したキャラ、一覧出します。はい、こちら。ロールアイ、上杉謙信、ラプンツェル、スカイアーマー、シリウス、スズラン、シンドバッド、アトランティス、源内、周遊、フリーズ、佐々木小次郎、ヤタガラス、ノア、ポセイドン、アンデルセン、ルリの17体でございます。で、まあ、ロールアイとかね、古すぎるんで、こいつらはちょっとね、フラパとかで怪しいんじゃないかなと思ってます。で、前回、上杉謙信を明日の重心化予想で予想したんですけども、ことごとく外しまして、サラマンダでしたね。まあ予想すると本当に外れるんですけど、まず1体目、ラプンツェルが怪しいかなと思ってます。まあこいつも3桁台でまだ重心化来てないんですけども、まあ最近ね、ワタツミ出たりとか、ロボットキラー持ちのノイシュマンシャインの神化とかいるんでね、やっぱ使われる場面がもうほとんどない、31回でもなくなってきたんで、まあこの両方魔王キラーも合わせてもらって、トリプルキラー M ぐらいでもいいんですけども、強くしてほしいなっていうふうに思ってます。やっぱモンストでキラーゲーだと僕は思ってるんで、そろそろラプンツェルも強化されてほしいなと思ってます。そして、周遊とか前回予想したんですけども、なんか結構ね、ぶっ飛ばして、スズラン、来てほしいなと思ってます。まあ情報修正来たとはいえど、なんかちょっと使いにくいというか、組み合わせが悪いのかな？そんなことないか。でもトリプルアンチ持ってますしね、こっち。20の5区で使ってる方もいるんですけども、まあより20の5区で使えるようになってもいいんじゃないかなと思っております。やっぱ花の国の精ってね、重心化したら多分、タンポポも一緒なんですけど、妖精族になると思うんで、こっち寄りになるんじゃないかなと思ってます。で、3体目、ポセイドンでございます。まあこのキャラもね、使わないですよね。なんか、いろいろとかわいそう、おじいちゃんっていうところもかわいそうなんですけど、まあイラストもかなり人気がない方のキャラだと思うんで、まあ早めに救済するんじゃないかなとは思っております。ちょっと早すぎる気もするんですけども、まあラザニーとかそっちもね、割と早く重心化してるんで、では対抗棒もそうっすよね。
こんな2000番台のキャラが重心化してますからね、まあ、ポセイドンも全然あるんじゃないかなと思ってます。マシンドバットとかは壁ドンの波から外れちゃったんですけども、またいつ来るか分かんないですね。なのででは次貴族星いきましょう。貴族星も一覧並べます。コルセア、イグドラシル、パールバティ、ガリバー、ビリーザキッド、アルキメデス、エメラルド、ガブリエル、マモン、アメノウズメ、ロビンフット、ヨウセン、アメノムラグモ、トヨトミヒデヨシ、ペルセポネ、カツシカ北斎、ネイチンゲール、シェイクスピア、諸葛亮、ミョルニルの合計20体もいます。こんなにいるんですね、びっくりしました。で、まあ、コルセアとかめちゃくちゃ古いキャラもいるんですけど、イグドラシルもそうですね、パールバティもそうですね。なんですけど今回選んだのは結構最近のキャラを多めにしました。まず1体目、アメノウズメでございます。まあ最近魔法陣ブームが来てるんで、まあそろそろこいつも強化しておいてもいいんじゃないかなと思ってます。あと珍しく悪質キラーも持ってるんで、まあちょっと変化をもたらすっていう点で重心化来てもいいんじゃないかなと思ってます。より38回適性持ってない人向けになるんじゃないかなと思ってますね。1回情報手術は来てますよね、おそらく。ただやっぱ使われにくいところがあるんで、マットハッタみたいに早めに重心化来るんじゃないかなと思ってます。そして2体目、豊臣秀吉。こちらもまあ全然弱くはないんですけども、あれなんですよ、最近おじいちゃんが出て、ベテルギウスですねが出て、特に神化の性能が食われちゃったっていう感じなんですよ。おじいちゃんめちゃくちゃ強い、水属性キャラスワビに持ってて、アンチワープ持ってるんでね、めっちゃ強いんで、あいつに食われた感がすごいんですよね。だから結構山岳会とかで使ってた方も今だったらベテルギウスになってるんでまあ戦国キャラは本当僕好きなんで強くしてほしいなっていうところがあります。そして最終、ナイチンゲール。もうこいつは直近間もなく来るんじゃないかなと思ってます。まあずっと来る来るとは言ってるんですけども、ロビンフットよりも早く来るんじゃないかなと思ってます。まあなんであえて逆にロビンフットを省いたかというと、まあ壁のブームがちょっと去ったんで、また別の機会に用意するんじゃないかなと思ってます。で、あのコルセアなんですけど、こいつはやっぱ古すぎるキャラなんで、去年のお寮みたいな感じでフラパの時に来るんじゃないかなと思ってます。やっぱ古すぎるキャラとかね、そういう特別な場で情報修正じゃなくて重心が来るんじゃないかなと僕は予想してます。はい、光行きましょう。光結構少ないです。スピカ、リュウ、ビー、三蔵法師、ゾウ、ドロシ、ダイヤモンド、宮本武蔵、竹見和地、ゲイボルグ、レンブラント、チョウン、ヨイボの合計12体ですね。なんで予想はしやすいかと思うんですけども、やっていきましょう。まずは3桁はもう全部重心化したんですよね。で、1000番台最初スピカでございます。まあこいつは情報修正来てるとはいえど、まあ最近デネブが重心化したんでね、それに乗っかってね、ちょっと来るんじゃないかなとは思っております。キラー L ぐらいになるかな、ちょっと抑えめでキラー L になりそうかなと思ってます。そしてまあ劉備ですよね。劉備状態異常回復は継いでほしいなと思ってるんですけども、ゴゴレイ持ちなんでラウドラの究極では強くなる性能だと思います。まあ超アンチワープアンチ力バリアとかだったら嬉しいんですけども、サブ友情確か闇属性だったんで、ラウドラでも残酷ちょっと残った時に倒せると思うし、強化が期待されます。まあ挑戦とかも重心化来てるんで、そろそろ来るんじゃないかなと思ってます。まあ他にね、宮本武蔵とかは情報修正来たし、武見和寿とか両方進化神化両方ともめちゃくちゃ使えるんで、まあないと見て、残ったところを見ると、まあ、ドロシーもちょっと怪しいかなって思ったんですが、ダイヤモンド3体目選びました。多分情報修正1回も来てないキャラですよね、このキャラって。なんでまあそろそろ来てもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、名前の通りね、ダイヤモンドっていう感じなんで、サポート型の性能ですよね、元から。で、弱点露出も持ってるし、シンガーだったら回復する性数ですよね。だからいろいろとなんかもう組み合わせたらめっちゃ強くなりそうだなって感じてます。そして最後、闇属性ですね。闇属性はいきましょう。モンタ、サルトビ、サスケ、徳川家康、サクラ、ネズミ小僧、クロノス、トール、大凶小凶、ベルサ、イーデス、チャチャ、アレス、ゴッホ、ダンテ、孫昌子の合計15体でございます。3桁台見ると、まずはモンタナですね。モンタナがいます。モンタナはまあまあまあまだ来ないだろうと思ってますね、常に強いし。で、サルトビ、サスケ、こいつまた古いキャラですね。で、徳川家康もいます。3桁台が結構いるんですよね。まあこの中で怪しいなと思ったのは、まずは徳川家康、なぜここまで重心が来ないんだっていう感じなんですけど、まあ来てもいいんじゃないかな、そろそろ。でも最近ね、遊戯っていう似たような性能が出てるんで、もうちょっと後になるかもしれないんですけど、まあ引き伸ばせば引き伸ばすほど期待が上がるんでね、そろそろ来るんじゃないかなとも思っております。そしてまあ今桜の時期なんで、そろそろ桜ね、もうずっと毎年桜の時期に言ってるんですけども、
さくら来てもいいんじゃないかなと思ってます。ただこれですね、エチガイがいるんでどうなるかっていうところなんですよね。そこが微妙なところなんですけど、まあアリスは全然違う性能にしてほしいなっていうふうに思ってるんで、まあ、何かしら変化つけてもらえたらなと思ってます。そしてちょっと飛ぶんですけども、ベルスタね、こいつねめちゃくちゃ結構好きなんですけど、僕カルマ周回するときずっと言ってましたね。当時は SS がねやっぱり強いバケモンです。まあ、カミキラーもね進化意外と持ってるからね、継いでくれたらいいかなと思ってるんですけども、まあ、飛んでベルスターも意外と怪しい線かなというふうに思っております。まあ、今回ね予想した15体なんですけども、これまで本当に僕ね重心化予想ピンポイントで外してるんで、逆に皆さんは僕がこの言った15体の中以外で来るんじゃないかなっていうふうに予想しておいてほしいですね。火属性だったら言ってないプロメテウスとか、水属性だったらシリウス、木属性だったらガリバー、光属性だったらゾロ、闇属性だったら大凶小凶とかね、まあその辺来るかもしれないんで、今言った5体の中で全部ピンポイントできたら僕の予想は本当にね外れるってことで認知してほしいんですけども、当てたことほとんどないんでね自信はありませんが、数打ち当たるという戦法でやっていきたいなっていうふうに思っております。めげません。はい、そのところで今日の動画を終わりたいと思います。まあ、今回ね4月5月6月の予想で限定キャラはナイチンゲールだけにしたんですけども、やっぱりフラパ7月にあると思うんで、そこでノアさんとかねガブエルとかね、何かその辺が来てほしいなっていうふうに思っております。またそれは別動画で見ますね。はい、それでご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価グッドボタンお願いします。チャンネル登録の方もぜひお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。